指示を出すエリアを分けております。どういうことかと申しますと、航空機の離発着の指示を出すのが奥にある管制塔の管制官でございます。成田空港非常にですね、駐機エリア複雑になっておりますので、駐機するエリア、地上にいる飛行機に対してはこちらの低い方のタワー、ランプセントラルタワーの上にいるランプコントローラーという人にパイロットがですね、無線を切り替えて指示を受けるわけなんですけどね。例えば、到着してきた飛行機、着陸の指示は管制塔から出ますけれども、着陸してきた後にどの道を通って何番のゲートに入るのかというスポットの割り振り指示ですね、こちらはランプセントラルタワーのランプコントローラーが行います。それを誰が行っているのかと申しますと、管制塔はですね、国土交通省管轄の管制官が夏に向けて、土用の丑の日に向けて裏にが届いたりですとか、あとは11月にボジョレーヌーボーが届いたりですとか、季節によってさまざまなものが届くんですけれども、今ですね、今だからというものとしては、例えばコロナウイルスのワクチンですとか、あとは今は脱プラスチックということで、プラスチックに代わるような紙製品が多く届いたりとか、こういった時代を反映する荷物もたくさん届いています。貨物機、旅客機と違うのは窓がないというところですね。見てすぐお分かりいただけるかと思います。窓がないんですけれども、お客様が乗ることがあるということなんです。どんな人が乗るかと申しますと、航空会社の社員が出張で利用したりですとか、あとはですね、高価な絵画なんか運ぶときには、その荷主さんが、学芸員の方ですね、一緒に乗って目的地まできちんと運ばれたことを確認したりですとか、あとは動物を運ぶときには動物のお世話をする方が一緒に乗ったりすることもあるそうです。右斜め前にフェデックスの飛行機が止まっていますね。私の友人がフェデックスに勤めているんですが、教えてもらったのがロゴですね。オレンジの部分の E と X の間が矢印の形に似たれているのをご覧になれますでしょうか。手間の部分、一番重い荷物が出ているということで、重い荷物を何とかしてくれるんですが、こういった計算をきちんと貼るためで、このように荷物が積み付けられています。またこの荷物の積み付けですね、レベルを維持するために成田空港会社主催で、パレッツ&ビルディング協議大会というのが開催されておりまして、貨物の取り扱い会社で、またの基本料を調整するんですけれども、例えば決められた制限時間の中で、陸の合図を待っている。
ございます。
お隣のですね、67番ゲートの搭乗橋、まあ、いわゆるボーディングブリッジを導入しました。その他には実際にお客様を乗せて、このヘブロンエリアを走る自動運転バスの実証実験、すでに成田空港会社を終えておりますので、まあ、もしかしたら近い将来本格導入されるかもしれません。それからお客様がご利用になるチェックインカウンターでも自動化が進められておりまして、フェイスエクスプレスといってですね、カウントシステムが日本航空と ANA で導入されております。チェックインの時にチェックイン機でですね、顔写真を登録しますと、それから搭乗するときに搭乗機のパスポートを出す必要がなく、顔パスで行けるようなシステムが全然飛べなかった2年ぐらい前ですかね、この171もある駐機スポットが足りなくなってしまったので、全然飛べないので状況が発生しました。その時には仕方がないので、そうであれば車が通るような道を塞いでですね、臨時の駐機スポットを設けていたのが2年前ですかね。今は少しずつ飛行機動き出しましたので、そのような臨時のスポットというのはございませんけれども、そのような光景が見られた時も一時期ございました。
韓航空、エミレーツ、タイ国際航空などたくさんの航空会社がこの世界最大の旅客機で成田空港に飛んできてくれていたんですけれども、まあ、2013年をピークにですね、だんだん少しずつ減ってきてしまいました。まあ、コロナの影響もありまして、今日現在成田空港で見られるのはこのフライングホールで、ANI の A380 のみとなっております。今ですね、ずっとお休みしている状況が続いておりまして、また3号機5連エンジン専門の参加というか、まあ、整備工場というのがございます。全部で6棟あるんですが、一番大きいサイズのハンガーは左奥の ANA の一番奥にあるハンガーですね。どのぐらい広いかと言いますと、右にありますジャンボジェット機が3機並んで入ることができるほどの広さ、通常の2面分の広さがあります。でフライングホール、先ほど見ていただいた世界最大の旅客機も入ることができるように、尾翼が引っかかってしまうので、ちょっとですね、この ANA のハンガーの真ん中部分くり抜かれたの分かりますでしょうか。尾翼が引っかからないように、後からあそこだけですね、切り抜いて、A380 を整備するときにはあの位置に入れるように、後から整備されました。アルファベットで国が分かりますので、もしどの国の飛行機かなと思ったときに、その機体記号、国籍とか調べていただくとすぐ分かるようになっています。先ほどのピーチとバニラのようにですね、この番号を入れると何かしらのこう歴史が刻まれた音というのがお分かりいただけるかもしれません。でこちらは ANA のスターライアンス特別塗装機でございますね。
ということで、取り壊した完成形の跡地としてもうまた新たに新しい完成形を建てる。